桐生本校がありまして、三島の玉川に、三島スクールという校舎があります。そこで、和太鼓の練習をしております。今日は5曲演奏させていただきます。1年生も入りまして、まずは龍という曲を演奏いたします。今日は演奏する5曲の中で、3曲が、生徒が作った曲です。そのうちの一つ龍という曲、だいたい1年生が入るとまずこの曲から、覚えて演奏をします。では、多分1年生が、この中に3名いますけれども緊張しているかと思います。ぜひ迫力ある和太鼓の演奏を聴いていただきたいと思います。ではまず龍から演奏いたします。よろしくお願いします。それえっ、ー、と1年生メインでやった曲です。本当に入って数ヶ月ですので、多少表情を緊張をしていたかと思います。では次に昇龍という曲を演奏します。少しメンバーを変えますのでお待ちください。ちなみにこの昇龍、1年生が2名、2年生が2名、3年生が2名です。
続いて3曲目は飛龍という曲です。作った曲には、飛龍高校の龍という文字を入れるようにしておりますという曲を演奏します。2年生が2人、3年生2人、ショッピングが私と
もう一人実はいました。で、一番後ろで叩いて締めを叩いてくれた、2年生ですけれども、先日バドミントンの大会で怪我をしてまして、片足にもかかわらず、力強い演奏をしてくれております。残り2曲です。続いては、遊戯という曲を演奏します。担いで、桶太鼓と呼ばれる黒い太鼓ですけれども、こちらを担いで、両面を使って叩く、曲になっています。非常に、リズム、テンポのいい曲です。ただ私も演奏させてもらいますけれども、うまくいくかどうか、分からないので、ぜひ温かい目で、見て、そして聴いていただけたらと思います。遊戯という曲です。少し準備、いたしますので、少々お待ちください。
じゃあ最後になりました、5曲目は海のお囃子という曲を演奏いたします。この曲は、ミスクル和太鼓の方が演奏する曲の中で、ゆうさんの笛も入った、曲です。ゆったりとしたテンポから、最後後半、スピードアップします。非常にリズムのいい曲、笛も入って、正解の曲ですので、最後ぜひ失礼しました、海のお囃子という曲をお楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いします。するかどうか皆様の拍手のアンコールの声にかかってますので、じゃあ飛龍高校最後の曲海の林お願いいたします。お願いします。曲の名前お願いします。じゃあ
アコールいただきます。あの初めてのことです。で今回まあ、僕が演奏しましたけれども1年生がやはり、入学してから一生懸命覚えた曲をもう一度演奏したいなと思っています。向こうでふわーという声が聞こえますけれども、まあ、ぜひ一緒に演奏したリュウという曲を一人プラスして、全員生徒で演奏したいと思います。1年生が3人、2年生2人、3年生2人というメンバーで演奏したいと思います。最初よりかは思いっきり、笑顔で演奏できるかなと思います。じゃあ最後の1曲、リュウという曲をまたお願いします。